はい、たくちゃん大変動画、本日は大人気エクストラブースターより、ヨヨのレクリエムが、魔女です。魔女デッキを、紹介したいと思います。どうぞ。ではよろしくお願いします。最初はグッド、はい、裏入れ替えはこのままでいきます。アニメ見てるとね、相手のゼロのカードを入れ替えたり、すると、相手のリアガードのカードをゼロと入れ替える。スタンドアップ、ヴァンガード、スタンドドロー、対するはこちらも同じくエクストラから神器を持ってきました。清めの神器、ピュアエンジェルにライドして、ビートラビット先駆で、先行殴れないんでターエンド。スカーハンライドします。はい、フリーの効果で後ろに下げます。はい、フリーピングダブル、ミートラビットも同じく3サーチ。ハニアロットコールしてロットのスキルを使って連打1枚のロット1枚の。気づかなかったけど、まあアリアンロットは実は魔女だった。じゃあワンガードにアタックします。はい、ノーガードです。ドライブチェック、ダメチェックないです。ダメです。マヒルの神器、ヘメラになります。ハンターブラスト、ソリン、バラ1、3、4、5枚見て3があればいませんでした。なし、なし。あら、事故ったな。テールを交渉します。カメラ抽選でバンガード、ノーガード、ダブチェック、さあ引いた、ダブチェック。じゃあ神器なんで1万2000でバンガードです。もう受けます。あと3000あります。はい、エンドです。スタンド、はい、じゃあこっちもグリーンの効果使います。そういうものです。デッキ5枚見て3サーチ、うん、ご存知で未来王と同じ効果です。やった、ありました。はい、バンガードに乗せ、はい、サンドします。ドロー、ムキスミラーにします。神器です。1万1000でバンガード、1万1000。はい、ノーガードで、パチェック、ゲットクリティカル、プラス1、プラス2000、ゲットクリティカル、プラス1、プラス5000、なんか3点になりました。クリティカルトリガー、バンガードに全員クロッカー与えます。高い君、終わりそうな雰囲気。2万2000でバンガード、
値上がってるんで1番で円玉で何これね、スタンダードの1対5ってこれどうしようもない気がする。いやピアノにライブします。はい、ロットのスキルダーナコーチ。はい、ダーナのスキルでバンガードが魔女だったら1枚ストーリーでアスクします。はい、で相手のリアガード1枚指定してブロックゾーンからグレードゼロのカードをコールしてます。はい、7000でバンガードです。ドロップゾーンが足りないので使えないです。いやもうガブするしかないんだよな。ガブするしかない。21000、もう1枚切れば完全ガード。チェンジアップファーストヒール、5000セカンドライト地味な1万でリアガードですよ。しょうがないですね。はい、エンドです。出ちゃったんで、どうあがいても。でもこの状況で使っても美味しくない。アタッカーを引いないでね、こっちの側は。うまい。
カット棒みたいな。ターンで決めれれば決めたい。アタック時ソウルブラスト6枚1、2、3、4、5、6枚。ソウルブラストすると、クリティカルプラス1、します。クリティカルプラス1します。そして、こいつのソウル効果、ソウルから出たとき人形プラス5点します。2万5000、2万9000、で中央列にこの辺りに飛べるので、やはりプラス3点、3万2000クリティカル2点で、手札からグレード1以上のカードは決めない。まあインターセプトはできるんですけどね。まあまずはエランさんがインターセプトして、ミルクラミルクラミルクラ2万6000、2巻でも取らない。シングルファーストセカンドヒート以外何もない。与えて終わり。いや、18000、23000でバンガー1点。いけます。エンド。
ですな。まあ、ロッドのスキルを使って。10枚を交換してグレードゼロのカードと入れ替え、ゼロの選択は、持ち主が選ぶと、そうですね、はい、いう最低になってクリティカル2点で、手札から触れる以上カードが出せないということですね。ということはもうノーガードですね。インドライブいきます。ファーストチェック、セカンドチェック、何もない。2点、ダメチェック、ダメチェック2点です。もうダメそうだな。ダメですね。はい、まあ、ゼロをコールするときのやっぱり相手のクランのよって、まあやっぱり相性悪い、悪いが、ここが月トリガーがあるとかなりきつい感じがしますね。はい、以上。